これから APEC 首脳会議等に出席するためにサンフランシスコに出発をいたします。そして、今世界がさまざまな地球規模の課題、自由で開かれた貿易、さらにはデジタル経済の推進、また気候変動など、こうした喫緊の課題について、議論を行い、ぜひ日本の立場、これを発信する、こういった場にしたいと思っています。さらに、この場を利用して、さまざまな国々の、リーダーとも意見交換、あるいは交流を行いたいと思っています。例えば韓国のユン大統領とは、スタンフォード大学において、先端技術をテーマとした、討論会に共に参加するなど、未来志向の日韓関係、確認したいと思っております。そしてご質問の日中関係ですが、日中首脳会談については、今現在のところ、決まってはおりませんが、いずれにせよ、この日中関係、この建設的かつ安定的な関係を維持するため、お互いの努力によって、こうした関係を維持していく、こういった基本方針は変わっておりません。さまざまな形で意思疎通を行っていきたいと考えています。以上です。NHK の山田です。よろしくお願いします。はい、防衛省の三宅政務官が事務所のスタッフにセクハラ行為をした疑いがあると一部で報じられました。報道への受け止めと自衛隊内部のセクハラが問題になる中、総理はどう対応するお考えかお聞かせください。はい、まずご指摘の報道については承知しております。私から本人から防衛大臣に対して報告が行われたと承知しています。その上でご指摘のように防衛省そして自衛隊においては現在木原防衛大臣の下であらゆるハラスメント、これを根絶すべく組織を挙げて取り組んでいるところです。こうした状況を受けて防衛大臣を補佐する立場にある大臣政務官に対する報道についてはより適切に説明が行われるべきである、こうした旨私の方から指示を出しているところです。以上です。